してもいいよ。Shut the fuck up.斉藤君。
イケレンデから吉田としまると桂心を伝えさせ、ザコは平返しに任せていい。Thank you.
こいつが今日焼こうとしているの親玉ってのは、マイクが疲れた。こいつは俺が引き受けた。Thank you.
Oh, my God.
斉藤さん。ニーゴリ。松助。よくあの地名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさか。あんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役。桂小五郎。よろしく。あんたが桂そういうことどうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああやっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと。いや俺は必死に豊島さんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く切れてもらえなくてね。ただでさえ公然的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから、大変なことになっちゃって。で、仕方ないから、あんたんとこの監察さんに、古高のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのは、あんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも、今日の街を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが。こ
今度は自分の身も危なくなっちまった。なあ、斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ無駄なこの試合したってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。武智さんだってそれを望んでるはずだ。あんたなんでその名を。なんでって。だってあんた坂本龍馬さんなんだろう。武智さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入ったっても知ってる。Maybe I should. だろ、あんたが俺を殺す理由はないのさ。だろ。どういうことなんだ。ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまずあの子の手を拾うか。斉藤。そいつがカズラ小室め。悪いことはそこらで言わなきゃいいんだよ。俺のこの国を憎む熱き思い、分かってくれる。ねえ。よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。何やと上等。わあ、そこちょう。Yeah!
Damn, look at my house.
皆ご苦労だった。桂小五郎は取り逃したかな。さすがに逃げの小五郎やね。でも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんです。上々じゃないんですか。それに他の収穫もあった。何のことや。この中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。こん中にそいつが誰だろうね。土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろう。君は区長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前俺のことを言ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だったら疑うだろう。この男も見苦しいぞ。どの道裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ。斉藤君、君がカラスという男と接触していたのは新選組入隊する前なのだろう。ならばそのことを追求するつもりがない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類まれな剣道で新選組のために使ってくれるのは、私は君を疑うようなことはしたくないのだ。斉藤君、この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ、局長の弾を愚弄され黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が上ってしまったようだ。火の上。よし、じゃあそろそろ帰るとすっか。そうですね。もうくたくたですしね。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんね。そりゃそうだ。
頭いいね。ねえ、ねえ、武田さん。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっとわからんようにうまくやれ。ちゅうことへ。土佐を奪還した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を斉藤を始めながら新選組に潜伏している。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の登山幹部たちの中に潜んでいるはずだ。龍馬は新選組として死にまみれの任務に沈む。後に池田屋事件と呼ばれる金の獅子への襲撃が一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる副長近藤勇はまだ姿を現したが、あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまでたっても動かない薩摩入りお尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずよね、勝葉。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思いもへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているな。なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府の中から破壊してやろうと。手を組め最後。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩く。幕府に戦争の力を中で行く。ああ、戦争に勝った暁には、あんたは新しい長を立てる。悪い話じゃない。それに今日は、あんたは戦に出るよ。
とっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあって、その気になるよ。江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の豚舎に行くのか。ああ、それがどうでした。ちょっと気になることがあったな。なんだ。お前が池田で桂小五郎と話したって内容のことだ。やつは竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。だとすると、いずれ桂はお前の正体を新選組にばらしまうじゃないか。どうしてそう。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。奴が俺の素性を組に密告すると、そうすればお前は松原の名前だ。三番隊隊長は粛清。長州にとっちゃ新選組の戦力減は願ったりかなったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えない。でもよ、どの道桂がどうだようが、俺が新選組の中で動ける時間には限られてる。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力に、少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうか。残された時間はあとわずかということか。少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなきゃ。近藤勇のことか。トンションにもまるっきり顔を出せない。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋さんは誰のとこさらに。だがそうでもありました。近藤なら深田の正体を知っているはずだ。天然理心流の元締めなのか。今後も局長である以上、いつまでも姿見せないことはないが、その機会を逃さない。俺はなるべく当初に顔を出すつもりだ。
comes up there. All that is.